どうも、無印マニア無常です。今回は500円以下で買える無印の優秀アイテムを順番に紹介していきます。それでは行ってみましょう。無常にお任せ。ポリプロピレンチューブ絞り器99円。こちらは残り少なくなったチューブを最後の最後まで無駄なく絞ることができる便利グッズです。このようにチューブを挟んでずらしていくだけでセットすることができます。空気を抜いてギリギリまで下げておきます。残りが少なくなった歯磨き粉などをこのようにして置いておくと、出すときとても楽に出すことができます。後ろにはクリップがついているので、このようにコンパクトにまとめておくことができます。ただサイズの大きな洗顔とかは使えないということなので、もうワンサイズ大きければもっといろんなものに使えるという声も多いですね。携帯用シリコーンコップ350円。こちらは持ち運べるコップです。コップがこんなに薄いって斬新な発想ですよね。シリコンでできているので柔らかいんだけど、水を入れると自立します。エチケットとして職場や学校に歯磨きセットを持って行っている方も多いかと思いますが、このコップがあれば口をゆすぐときに手で受けなくても大丈夫ですね。薄くてかさばらないので、カバンに忍ばせておくことができます。ポリプロピレンケーブル収納スタンド付き角型190円。こちらはスマホの充電ケーブルの収納ケースになります。かさばりがちな充電ケーブルをこのようにくるくると巻くことができます。使うときは両端をこのように引っ張ればコードが出てきます。これめちゃくちゃ便利なんですが、話題になりすぎて売り切れている店舗が続出ということなので、一度お近くの店舗に確認した方がいいかもしれないです。スマホスタンドがついていて、僕はよく仕事でズーム会議をするので外出時にスマホやタブレットを立てて使っています。スマホケースをつけているとちょっと使いにくいのでご注意ください。 4mm のケーブルは太くて使えるので、 Android の純正ケーブルはここで止まってしまいます。とても便利なケーブル収納ですので、4mm 用も出してほしいところですね。ジュートマイバッグ290円。こちらも安さと便利さから大人気で、売り切れも多い商品です。売り切れになるほど人気なものを紹介するのはどうかなと思ったんですが、人気があるということはそれほどいい商品だということだと思うので紹介します。麻の生地で自立するほどのいい硬さのバッグです。通勤にもプライベートにもレジャーにも、お買い物バッグとしても使うことができます。サイズは3種類で、 B5190円、 A4250円、 A3 サイズ290円という風になっています。僕は無印に買い物に行くときにマイバッグとして使ったりしています。またこの中にポリプロピレンファイルボックスの1/2を入れるといい感じの仕切りになり、レジャーなどに便利です。水筒やお弁当箱を入れるのにぴったりですね。またしっかりとした広さがありますので、マザーズバッグとしてもおすすめです。トラベル S 字フック390円。こちらは外出先でカバンをかけておくことができる S 字フックです。収納時はこのようにシンプルに円形になり、カバンやリュックにつけておいても目立たないところがいいですね。このようにひねることで S 字フックに早変わりします。カラーバリエーションは黒、ライトグレー、青、マスタードの4色になります。シンプルなデザインがおしゃれで気に入っています。このように車などでも使うことができます。三つ折りが簡単に作れるスリムチケットホルダー190円。こちらはマルチに使えるスリムファイルになります。特に旅行の時は一つ持っておきたいところです。飛行機のチケットや新幹線のチケットなどをカバンに入れるとぐちゃぐちゃになったり紛失したりする可能性があるんですが、僕は財布に入れたりしてたんですが、こういうのがあるととても便利に収納することができます。チケットを入れるポケットは5つあり、最後のページには A4 サイズが入るようになっていますので、旅先の案内図だったり地図を入れておくことができます。ジャケットの内ポケットにも入るサイズになっているので、ビジネスマンの方にもおすすめできるチケットファイルです。封筒も入ったりするので、家計簿管理に使っていたり、さまざまな使い方をすることができます。
薬用入浴剤ミルクの香り490円。こちらはミルクの香りが何とも癒される入浴剤です。ミルク飴のような優しい甘い匂いがとてもいい香りです。中には紙のスプーンがついています。これでお風呂に入ると結構癒されるんですよね。女子力高めの無常です。いかがでしたか。今回は500円以下で買える無印の優秀グッズを紹介しました。皆さんの気になったアイテムをコメント欄で教えてください。このチャンネルでは無印のアイテムを紹介していっておりますので、無印好きの方は見逃さないようにチャンネル登録していってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無常にお任せ。